どうも、ボビーアートレザーのボビーです。えー、ね、もう春の陽気ですよ、大阪は。ね、えー、今日もですね、ボビーアートレザーのアトリエからですね、えー、お届けしております。でですね、えー、今日は水曜日ということですね、えー、これです。制作の話。ね、えー、まあ、ずっと毎週水曜日はですね、ここのところ続いてますけど、 のレーザーザハットが、ね、完成するまでの道のりということでタイトルでですねえー、今日で、ね、8回目のお放送となりますねえー、いつもこの写真を, <laughs> のを見てますけどおこうど,どう見てないかなこれね8回目8回目のですねえー あの配信となります西武でね、えー、シリーズとしてはですね、えー、10回でね一旦クールが終わりますワンクールというかねえー、第8回目ですけどもね今日その8回っていうでもね8週間目8週間引っ張ってますからねまあ実際ねあのー えー、それまでの間にね、えー、動画を編集したりとかいろいろ、ね、考えてムービーにしようと思ってもともと作ったあ映像なんですけどもね、えー、まあそれをですね <laughs> なかなかそういうまとまった時間も捻出できずねまあ,、まあ、あの発想の転換でこういうふうに、えー、どういうふうにしてね一つの作品が、ねえー、生まれているのかということですね、えー、ずっとね自分を思って。 えー、語ってるんですけどもね,ね、えー、今回もですねまあこういうこれ完成したあ感じですねそれをですね、えー、今日も続きからやっていこうと思います、ね、お付き合いくださいではですね、えー、これはあ皮を 革紐をですね僕はハンドステッチでねやってますんでねこういう皮紐をですねあらかたかカットしたやつをですね、えー、今度はこんなふうにねつあの継いでいくわけですよ。ね、レザーってねあれなんで、えー、これね皮包丁を使ってますね。<laughs> うん、でこれはあレザーをね つな、えー、ぎ合わすためのね僕,僕のやり方ですけどもねこれはボ,ボ,ボビアテレザーのやり方ですけども,もう他の職人さんがどういうふうにしているのか僕も会ったこともないし、えー、ね追加だしあんまり、えー、知らないんでねあの自分でか考えて、えー、やってるやり方なんですけどもね、まあ、こういう感じでですね革包丁でこうスライスして、えー、接着してでつな、まあ、いでいくんですね。 まあそれにもいろいろコツはあったりしますねそこまでの行くまでにもお地味に何年かかあ試行錯誤はありました。うん、でですね、えー、今度はですね、えー、レース針ね、えー、欠かせない道具なんですけどもレース針をですね皮紐につけるところのおこれは映像ですね。ペンチで、えー、革をでででをすすねねにしてです、ね、片ナイフで、えー 斜めにあのこう針,が通針,の針の穴が通るようにですね、えー、割返し細めにね、えー、カットするんですねでこのちっちゃいポツッとした穴が開いてましてそこにいつも通しますでまあ実際これ3ミリ用の革紐を通すための針なんですけども若干ねボビアドレスの場合あの3ミリよりも あの厚あの幅があったりそれと同時に、えー、普通の通常のおーレース針よりもですねレース針っていうかあの革紐よりもお厚みがもともとねあの分厚い分厚めなんでどちらかというとあの紐にするやつはわりかしね薄いんですよあの厚みが、うん。またあの,おそれの,、ね、具,合あの具合があの違うんでねそれでまああの。 なんですかあの独特のやり方なんですけどねまあそんな感じで、えー、ちょうどね今こ,この辺りですねこの辺、えー、とこ,こ,これをね、えー、縫い上げてるところなんですけど、ね、もうすぐこれで終わる感じですかね、うん、まあこれ半分ぐらいまでやってますねぐりぐりとこう穴を広げてですね、えー、ちょっと大きめにしとかないとえー 何ですか糸が取らないんでね、えー、ちょっとちょっと僕は邪魔なんですね。えー、こうしましょうかね。こんな感じで、えー、あのスルスルっと行くわけですね。次目がね、目、えーえー、あの見えたらあれなんで一応次目が見えないように計算してほらこれね。えー、継ぎ目が表からもう見えないという感じでね。<laughs> あの僕こういうかこれはねあのだからあ心がけかけているところなんですけども。 で何ていうんですかね、えー、まあ補強もあるし、うん、あの表側はどうしてもこう面なんでね、うん、それでなるべくうそういうふうに目立たないようにします。だから途中であの紐がなくなってきたから途中でまあ,あのこうねこういう感じでスライスして次履こうかなと次足していこうかなっていうんでやったらねその面がですね あの表に来たりとかね次目の目が表に来たりとかしたりする場合もあるんでもうギリギリまで攻めてですねこうでまあそこでもうちょいやなっていうところまで行ってからスライスして接着していうことをねえ繰り返しますその間はもう指もですねねちゃねちゃするしねあのちょっとえ特殊なのりなんでね でそれをですね、えー、こあの皮まあ、まあ、まあ、あのこう定着するまで、えー、その間にこうベープを一服したりとかあしながらですね、えー、そういうふうに、えー、<laughs> 時をお作ってますねでえー、っとこれだいぶう仕上がってきた感じかな、うん、でいよいよ,いよいよですよ本体がつながりますね、うん、合体ですうんね ままた、えー、同じじような感じでね、えー、スタートしていきますこれはですね最初はこうやってあのこう通すための穴をですね、えー、と通すためというか本体に通すため、ね、でこっちの方はですね先ほどもお,お見せしたあー感じでねまたあのペンチでキュッと縮めてねあの細くしてまあレザーによってなんですけどねあのし、まあ、このレザーは フルアプレザーはまあまあ,あの厚みもあ,あるやつなんでね 1mm 以上あるんかなでそれをねこれまたこうやってね、えー、今度はこれはあの今この撮影してるカメラのレンズを使ってますね1 8ミリのレンズなんでまだあ高額な方ですねでさっきまではね、えー、マクロレンズを使ってたんでねあのドアップやったんですけどね <laughs> でこんな感じで、うん、これね何回かやり直してるでしょこれ。 これ、ね、なかなかね、えー、難しいんですよ、うん。これね、あのー、なかなかね、あのななかか意外に神経使ってるんですねこういうあの、目立たないところですけどねでまあキュッとね、えー、かしめて、ね、そこからいよいよこのブリムとね、本体がつながります。 でねえー、まあこんな感じで、えーつねえー、いつもアトリエでですね、えー、過ごしてるんですけどもねまあここまで来たらですねまたあのペースも上がってくる感じですねはいでね、えー、こんな感じでねいっ、えー、通して、えー、でまあこういうふうに、えー、穴をこう 通してですね、埋めて埋めてじゃないかつなぎ合わせていくわけですねでいろいろなその技法というかあの網目の多分種類が何種類か僕も使い分けてましてただねその名称っていうのが多分本当は専門的な名称があるのかもしれませんけど名前がね何とか縫いとか何とか網とかただあの僕もちょっと独学でですね <laughs> あのこれ。 えー、開発して、えー、やってますんでね、えー、名前側はね、えー、ちょっといちいち調べたりとかそうしてないんでねまあちゅうか、あのー、あんまりね、あのー、同じこうレザーのー、ね、こういうふうに扱ってる方もいますけどもお、ね、みんな手法がそれぞれ、えー、ルーツも、ね、手法も違いますからね、えー、こんな感じですねこれはあねこうやってマクロレンズで使ってるのかな。 こんな感じでね、えー、ロープのような感じでね、えー、ここは止めていってますね。折り伏せてる革を使ってるんでまあまあな4枚分ぐらいの厚みを実際はあ通してるんであのなかなかねこれも指先加減でね、うん、あのねじれをちゃんと取って、うん、でもう一発ずつねこう。 穴に合わせていくんですね最初はですねあのこういうやり方にたどり着くまではですね、えー、一発この作り方もまず最初はこの作り方もどういうふうにして作っていこうかなっていう流れも、ね、そっから考えていくんでね、えー、最初はこういうやり方ではなかったんですけどねだんだんあのこういうふうになりましたね。でこんな感じでですねあらあの継ぎ目も見えずにここでやっと縫い終わったよっていう感じですね。 こういう感じでねえー。さい、まあ、始末ですね、うん。これね。まあこれから始末に入るわけですね。でまあ、ボビーアトレザーなりの始末の仕方ですけどね。この最後のね、えー、こういうま革、あ、紐がこういう風うに、えー、こう。裏がこういう風うになってますんでね。そこに、えー、<laughs> 通していくわけですね。 まああのぜ、まあ、前例が <laughs> あまりないので、えー、正しいのかどうかはあれですけどもねまあこういう感じでね、えー、ボビーア・トレザーはあーこういうふうにして最後始末をしてますねあの,あの,あのまあほんに指先のお感覚がもう,もうまああのなんですけ要はあの目ができてるんでしょうねこのお手のひらに、うん、あの感覚っていうかもう。うん もううまさにそでですよねでこんな感じでね、えー、あの皮紐ですねある程度長さがある場合はあちょっとこうこういう感じでまだこう戻ってきたりとかしてね、うん、でまあこれでもギュッとこう締めているのでレザーってこう割と伸縮性がある程度こうあったりするんでねこう あのから割とこうニュッと絡み合ってこう結びついてる感じで割としっかりねするんですよ。も、ま、の、あ、によってはボンドで,で最後は一応タッチアップする場合ももちろんありますけどね、うん、仮止めでね、うんまあ、こんな感じで、えーね、本体と、ね、この本,、ね、本体がとこの,のブ,リムとブリムと本体のね、えー、このクラウンがですねやっと一つの形にとりあえず、えー、パーツを全部つながったというところまでね えー、今日はお伝えしました、ね、そんな感じで、えー、まあちょっと待ってくださいよ、えー、そんな感じでね、えー、な,かなかとこ,こうねずっとシリーズ化してますけどこれはね、あのーまあ、毎,毎週お伝えしますけどね、えー、完了した時にか、ね、完了した時にはですねまた10回に分けてブログ記事をですね、えー、っと まあ、スクリーンショットをね動画のスクリーンショットとかも添えながら解説も添えながらでね、えー、対策みたいになりますけどね、えー、読み応えのある、ね、ハットができるまでのね、えー、ストーリーをですね、えー、まあそれも10回にわたって、えー、ブログに綴っていこうかなと思いますんでねそれも楽しみにしてください、ねえー、そんな風に、えー、一つの作品がですね、えー、まあ長い時間はかかりますけどね一つのものを作り上げるのに、えー、どうしてもね だけどそういうふうにしてどれももうどの作品もですけどもお届けするまでにそういう時間とか労力という言葉はあんまり好きじゃないですけどもそういうあの手作業手仕事、まあ、手仕事の美学っていうのをですね感じてもらえればなとも思いますし、えー、まあレーザークラフトいうで をねえー、趣味にしたいなっていう方も多分、うん いいると思いますしねこれからのシーズンでねあのこうなんか新しいことを始めたいなっていう時にねなんか一つ趣味が欲しいな,なんかライフワークの一つが欲しいなっていう時にねほら楽器を覚えたり、えー、なんかこう僕の最近だったちょっとマイブームがアウトドア,ウトドアにしたいなをちょっとしたいなっていう <laughs> 気持ちでね、えー、頭がこうなってますけどね、えー、そんな感じでなんか新しい趣味というかライフワークを始めたいなっていう時にね、えー、なんか 僕のこういうボビー・アトレザーのね、えー、まあノウハウとかとはまた違うかもしれませんけども何かこう物ができるまでの思いとかあーなんかそういう風なものがね少しでもテンション上がれる上がることができればなと思っております。うん、そんな感じで、えー、またねあとね、えー、9回目10回目とおね、えー、お伝えしていこうかなと思います。来週ははですねね、えー、次回は、まあ、あのこの、ね このブリムの周囲をですねえ編み上げていくということですね。でまあ最終的にはまあ総括っていうんですかねそういう一つのものができるまでのストーリーというかそういう思いみたいなものをですねえ僕のこの口からですねお話ししてみようかなと思いますんでね。 えそんな感じでまたねアーカイブも何回も何回もおねご覧いただけるようにえなれればなと思いますしねまた YouTube もねえこれも更新してますんでねえまたこうちゃんとあのまとめますんでねえ楽しみにして,いてくださいそれではまたねえお会いしましょうボビーでしたじゃあねバイ